完璧な発音への道、日本語と英語では使う筋肉が違う、発声の仕方が違う、英語を感覚で学ぶのはすごく難しい。というわけで、日本人の人が英語を正しく発音できないということは当たり前のことなのです。じゃあどうする？英語で使う筋肉を鍛えるんだ。発声の仕方を覚えるんだ。発音を感覚で学ぶのをやめて、理論で学ぶんだ、学ぶんだ、学ぶんだ、学ぶんだ。これが完璧な発音への近道なんだ、近道なんだ、近道なんだ、近道なんだ。ここで一つ問題があります。日本にはこういった発音の教え方をしてくれる先生が一人もいません。大学の英文学部、留学、英会学校でもこういったことを教えてくれる先生は一人もいませんよね。解決できるのはディスカバリングサウンズ。Tell him don't me.